筆画とは漢字の字体を構成する要素の一つで最小の単位である。点画とも言う。筆を下ろして書き始め、再び話すことでできる線、または点である。筆画の数を画数といい、一画、二画と数える。また筆画を並べていく順序を筆順と言う。筆画は横画、縦画、斜角、点の四つに大きく分けられる。古くは、 英字八方という、ひさしの字を使った書法で筆較の基本を解いていた。がは、ろく、つとむ、さく、りゃく、たく、張り付け。ただし、これはあくまでも、書法の説明であって、筆較を分析したものではない。現在の中国では、約30ほどの筆較が設けられている。点、横、縦、ひさげ、なつ、針、折りの8つを基本とし、あとは、 その応用で説明される。例えば、のの右の筆画は横折り折り折り張り、筆画を組み合わせて変貌が作られる。上記以外の筆画のほとんどは、その応用であるが、その他の例外的な筆画を持つ漢字の例として、次のようなものが挙げられる。筆画を利用して、漢字の検索、コンピュータでの入力などが行われている。ありがとうございます。